空港、こちらを過ぎまして、もうじき道の駅の桜峠ですね、穴水からだいたい15分ぐらいでしょうか、まあ、そんなに遠くありません。まあ、トンネルを2つポンポンとこう立て続けに、ここを過ぎたところ、すぐに道の駅桜峠があります。まあ、名前の通りですね、春になりますと桜の木が、まあ、道の駅とあと、まあ、周辺のこの道路、左右道沿いに、綺麗な桜が咲きます。まあ、とっても春先になりますと、まあ、景色っていうかその走っててとっても気持ちのいい道路になりますね。でそこにありますのが、まあ、道の駅桜峠とこういうところになります。確かカレーパンだったかな、これもなんか名物として売り出しをしておりますね。私はあんまりっていうかまだ食べたことはありませんけれども、上りでね、カレーパンなんて、上りが立ってますね。で、まあ、七尾からだと、まあ、その鈴まではね、この桜峠あたりぐらいがちょうど距離的に中間地点になるのかな。なので、まあ、一休みするにしてもね、ここまで桜峠まで来たらまあ半分まで来たかっていうような、感じなので、ちょっと霧のいい、ところにあります。ここ、サルビアがねこうやって春先もね一度これのあのモンスターを納車した時に一度この能登町の方来てますけど、まあ、その時にもそのサルビアの左右に咲いてますよっていうことをお伝えしましたけれども、だいぶ大きくなりましたね。やっぱり、まあ、大きくなるってことはそれだけ維持管理しっかりされてて水やりもちゃんとやってるということでしょう。はい、到着です。このように上りでカレーパン、メンチカツ、能登牛うまみコロッケ、上り立ってますよね。まあ、もののこちら来たついでに試しで食べてもいいんじゃないかと思いますよ。じゃあちょっと休憩します。桜峠で一服しました。カレーパンは食べてませんよ。まあ、そして、まあ、日も結構出てきましたからね、快適です。そして、この桜峠のこの通りですけれども、左右に木々がある、これが桜の木ですね。なのでこの道の両脇に桜がね、時期が来たらもう咲き乱れる。そして、散り際なんかもね、この辺りがこの桜吹雪、こちらがね見事なんで、春の時はねここおすすめですね。そして今はこうやって、フラワーロードと呼ばれてるんですけれども、サルビアがこう右側には今ないですけれどもね、まあ、もうちょっと行くと、左右にもう赤いサルビアの、こう列がね、まあ、とっても美しくこのように咲き乱れております。ここ走っても気持ちいいですよ。
結構こうやってね長い距離、ずっとこう、サルビアが咲いてるのでね、こう結構私好きな道ですね。で道なんかもこう広いんでね、もう快適に走れますし、まあ、目もこう緑もいいし、このサルビアの赤もいいしね、もういい感じですよ。で、まあ、このこれだけ、どんなもんかな、2キロぐらいだったかな、ずっとこう花を植えられてますね。でここからはこう歩道とかが出てくるので、とりあえずそのフラワーロードと呼ばれるところ、桜峠周辺なんかはおすすめのスポットですね。ここは珠洲市内ですね。もう能登半島の北端、いわゆる奥能登最北端の市になりますね。こちらの方までやってまいりました。ご挨拶ありがとうございます。で、市内、こちらの方を今の速道入りましたけれども、直進しますと、珠洲市役所、珠洲警察署、あと、まあ、飯田町ですね、珠洲の、まあ、要はメインのところ、市街地入っていくわけなんですけれども、まあ、今回、まあ、珠洲の最北端になります六甲崎、こちらの方を目指したいと思いますので、速道を抜けて、そしてそちらの方まで、向かっていきたいとというふうに思っております。まあ、それでちょっと地元市なんかではね、ちょっとした有名どころになったみたいですけれども、ここあとまあ5分ほど走りますと、なんか缶屋さんだったかな、なんか洋菓子店、ちょっとね私ちょっと事前に調べてこなかったんで、わかんないんですけど、なんか割と有名な、ところがありまして、そこがね1日限定何個とか、そういうものでね結構美味しいよということで、まあ、石川県の方では、まあ、ちょっと有名になりつつある、お店がありまして、まあ、この道路沿いなのでついでにね少し寄ってみようかなというふうに思ってます。でもしね、何か美味しそうなものがあればちょっと試しにね買ってみようかななんていうふうにも思っております。この信号の手前ですね、この左手のここだったかな、あ、そうそうそう、この古川商店ってここ、ここは古川パン工場って書いてありますけど、ここがねなんか有名らしいんで、ちょっとどんなものがあるか見るだけ見てきたいと思います。こちらの古川商店、こちらの方パン屋さんでしたね。パンをね
美味しそうなパンあったんで、とりあえずちょっとだけ買ってみました。のろしで食べようかな。ちょっと後でね、これはご紹介させていただこうと思います。はい、先ほど古川商店さんで買ったパン、ミルクフランスとなんだかな、お日様トーストだったかな。で、ミニクロワッサン、これを買ってきました。で、こちらの道の駅のろしの方でいただきたいと思いますよ。これうまそうですね。じゃあいただきます。